はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。焼きとうもろこし様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎さん裁判費用に、させていただきたいと思います。旧知の坂東忠信さんにですね、河野一族が中共の犬っていう根拠なんかありませんかねってご相談したところ、すでに詳しく書いております。送りましょうかと親切なお申し出いただきました。送ってもらうのはもらっちゃうのは悪いんで、すぐに買わせていただきました。坂東忠信部長、スパイ、青林堂、一章割いてですね、日本端子と太陽光発電、そのものズバリのタイトルのコーナーが ありました。見えますでしょうか。日本端子株式会社と、太陽光発電ありますね。タイトルで笑っちゃったんですけど、この本スパイっていうね、よく考えたらデジタル大臣がスパイって笑えねえよな。総理候補でもあるんだしな。まあね、あのネットの書き込みとかネットに強いわけじゃん。思えば坂東さんとは藤でも前からの長いお付き合いになりました。行員矢野ごとしですね。サボテンなんですけれども、ちょっと弱っちゃってですね、全然日に当ててないんで、弱っちゃったらしくて、根っこがブカブカしてたんで、定着せずに、ちょっと日当たりいい場所に、移しました。鳥山明さんの訃報が世界中を駆け巡る。イギリス BBC、フランスルモンド、アメリカニューヨークタイムス、ストレイスタイムス、シンガポール、コンパス、インドネシアなどが続々と報道。マクロン、フランス大統領が日本語で、弔意。鳥山明と何百万もの彼の愛好家へ。こちらですね、マクロンが書いてもらった直筆のサインとイラストだそうです。マクロン大統領へ、ドラゴンボール鳥山明、2021年7月、直筆サイン。いいなぁ。過保だろうな、もうな、マクロンは。ファンはですね、何百万じゃなくて、何十億人、いるんですけど、まあ日本語でめっちゃ多いって表現が、八百万で、これとも間違ったのかなって思ったりして、なんかして。なんで自民党はね、鳥山さんを人間国宝に しとかなかったんだろうな。あと文化勲章とかあげてもいいぐらいの人だよね。文化勲章と国民栄誉賞っていうのもありましたよね。じいさん議員ばっかでいまいち漫画をバカにしてんのかな。鳥山さん、明さん、生前はタバコを1日100本以上吸ってたなんて、5箱か。命削りながら書いてらしたのかな。しみじみですね。ちびまる子ちゃん声優、たらこさん、死去、63歳。謹んでお悔やみ申し上げます。死因は非公表。今年に入ってから体調を崩されていたようであります。鳥山さんといい、68歳。60代で救出される著名人最近多くないですか？多く感じませんか？生まれた時から飽食と添加物、食ってますんで、戦後生まれはね。我々はですね、今の80代、90代の戦前生まれの、粗食、あと無添加のものを食べてきた方々みたいには長生きできないかもしれないな。28歳から35年間マルコちゃんを演じてたそうであります。そっか、マルコちゃん始まってからそんなに経つか。行員矢野ごとしだな、これもな。思いました。自民党の国会議員と地方議員約50人が参加した青年局近畿ブロック会議、5の懇親会に下着のダンサーとおさわり要員の女性が呼ばれ問題になり、費用は自民党持ち、元を正せば税金か寄付ですよね。画像を見ましたけど、これ出張ピンサロかピンクコンパニオンだな。なんか温泉で宴会やって呼ばれる女性、ピンクコンパニオン。この産経報道を受け、藤原青年局長と中曽根青年局長代理が役職から辞任。仕切ったのは川端哲也和歌山県議、多様性の表現として出演を依頼した。おさわり要員も多様性なの？こんな膝の上に乗っけちゃって、謎だよな。世論です。超腐敗政党、裏金の使い方、今時喜び組かよ、ストリップショーだな、公金で買うエロはうまいか、政治
政党助成金こんなの使われんの、ノーパンしゃぶしゃぶから何一つ進歩してない。自民党青年局ってつまりはそういうところだ。悲しくなるほどバカ政党。和歌山県となると二階のつてで呼ばれたハニトラ目的の中国人の可能性が、世襲のバカが議員やってんだからこんなもんだろう。アメリカなら政治生命絶たれてるし、なんなら人としての付き合いも切られるレベルと、多様性の表現でダンサー呼びました。この言い訳が一番腹立ちましたね。こいつはあのガソリンかぶって死ねばいいのにって思った。100歩譲ってね、あのエッチなダンサーだけだったら美の干渉と言えなくもないですけど、多様性、おさわり要員のピンクコンパニオン用意して膝の上に乗せるのは何の多様性なんだよ。何の多様性なんだよ。何でもかんでも多様性って言えばいいって思うね。言い逃れできると思うねって話。しかも元を正せばですね、税金や税位の、寄付金で頭昭和にも程あんね。頭昭和にも程がある。同じような飲み会やった松本人志は、証言だけで物証ゼロ、写真1枚もなくて芸能活動停止に追い込まれてたけど、この自民議員どもはお咎めなしなんだろうか。板にはですね、何が悪いんだとか、懇親会なら問題ないだろうとか、コンパニオンさんも仕事が必要など、苦しい用語もちらほらありました。令和信者ってのもいるけど、自民信者もいるんだな。アメリカなら政治的生命絶たれる。そういえば前の副大統領、ペンスさん、ペンスルールっていうのを自分に課してました。妻不在の場では飲食しない、飲み食いしない、女性と二人きりにならない、このぐらいあの潔癖さと用心深さを、頭昭和の自民党に求めるのはまあ無理でしょうね。こんな脇の甘い自民も倒せない雇いも呆れるよな。いわき市のあの獣医師会でですね、年に一回あの温泉に泊まってですね、コンパニオン呼んであの酒を飲むっていう宴会やるっていうのもあったんですけど、まああのピンクコンパニオンじゃない普通のコンパニオン、波、コンパニオン、そんなあのおさわりとかやっちゃう、それね、私すごく嫌でした。他の先生らあの酔っ払って赤い顔してブヒブヒ言いながら女の人に抱きついたりなんかして、うわーっ、で私あの酒飲まねえでしらーっとね、他の先生は酒飲んで泊まってたんですけど、私は帰ってました。泊まらず帰ってました。あとね、それだけで飽き足らなくて、他の先生らね、宴会終わった後ストリップ劇場とか遠征行っちゃったりなんかして、それもうわーって、思った。嫌だった私。川口のコンビニ駐車場の車内で女子中学生を強姦した20歳のクルド人は難民申請中の不法滞在者だった。片山さつきさんがですね、川口クルドはほぼ不法滞在者って言ってたんで、まあ不思議ではないんですけどね。産経新聞がですね、埼玉県の皆さんからクルド被害を聞き取りして記事にしておりました。道路に溢れるゴミ、公園にたむろしてて怖い、一方通行逆走、爆音の改造車、クルド人の行動や素行をとても恐怖に感じています。孫がいるがこの年になってこんな不安が出てくるとは思いもしなかった。彼らは警察を何とも思っていない、政府も自治体も何もしてくれない。このまま川口で暮らしていけるか不安、この町は無法地帯になります。誰か助けてください。日本人がね、不安を感じたり迷惑コンビニ店のおかしくないか、よそから来た連中のために親戚でもねえもんが、世論です。和田政宗なんか言え、クルド人ありがとう、自由移民党、自民党は日本人の味方じゃない、もうすっかり埼玉県川口クルド自治区だよね、川口に定住しなくてよかった。私知ってる人でヌヌヌさんとネイルさんって人二人とも川口に引っ越しちゃったんですけど、大丈夫かなあの人ら。賃貸ならマジで引っ越した方がいい。岸田が思いっきり無視してるのがすごい。とにかく外国人の運転がひどい。外国人に引かれたりなんかしたらなんか逃げられちゃいそうで、賠償とかねせずに帰国されたりなんかしてね、災害の時に大暴れしそう。略奪とか、しそうですね、自販機荒らしたりね。自警団作って追い回すしかなくなる。クルド人の強姦事件は報道しない。東京新聞と神奈川新聞と。まあ埼玉県の事件だから、東京と神奈川は報道しませんってことなのかな。日本人の被害、ひどいみたいですね。地価も家賃も下落して、
大家さんたまったもんじゃないですね。まさにあの日本人死ねを実行してんのかな。とあるジャーナリストがですね、クルド人の平均 IQ は86ってツイートしてましたけど、これ本当なんですかね。現地の声に警察を恐れないってありましたが、法律理解してねえ節があんのかな。それともあの日本人が作った法律なんかバカにして守んなくてもいいん、思ってんのかな。コーランさえ守ればいいぐらい思ってんでしょうかね。あいつらバカにしやがって、そんなんだからあの世界中でもめごと起こしてんだよね。改正入管法が6月から施行されて、自称難民がどんどん送還されて被害減るといいですね。ほぼ不法滞在ってことはよ、いずれほぼいなくなるってことでしょう。お金に余裕がある方は川口や蕨の土地とかマンション買っておくといいかもね。現地の人に何をのんきなこと言ってんだって怒られそうですけど、不法滞在許さないデモとかいかがでしょうね。やりましょうか。これは差別って言われないでしょ。犯罪を許さないっていうデモだから、これに文句言えずですね、犯罪を許すって許せって、犯罪やっても許せって言ってるも同然なわけで、まあ、あの、神奈川新聞の石橋学とかがですね、芝木隊と一緒に妨害に来そうではあるんですけどね。その他のニュース。アメリカ議会で公務員だけでなく、全国民対象に TikTok 禁止法可決成立。ユーザーから情報を抜いているのは明らか。一方、デジタル庁の広報に TikTok を使う中共の中堅、河野太郎デジタル大臣と、これも裁判の真実相当性の根拠として提供できそうな事実だよなぁ。国会で福島みずこ、セキュリティクリアランス制度で守る情報はこれから決めますが、何が秘密かわからないんですよ。何言ってるかわかんないんですけど、とにかく秘密を明らかにしろって言ってる。高市さん、これが秘密って言っちゃったら秘密じゃなくなる。スパイのみずほが焦る気持ちはわかりますが、高市さんも内心ですね、すげえバカいたもんだなとか、ガソリンかぶって死ねとか思ったことでしょうね、内心。日本人有料、外国人無料の日本人差別をしていた奈良県立美術館、奈良県知事、外国人無料やめます。措置が早いですね。県民割引とかあんのに普通に考えて、おかしいもんね。おかしいよ。どう考えたっておかしいよ。日本人無料、外国人は有料ってなら、わかるけどさ、まださ、こんなのが16年間もやられてたって、おかしいだろうなら、奈良とか京都って、あれなんですよね、なんつうのかな、観光で潤うから、そういうとこってパヨってくのね。パヨが、目指していくんだか知んねえけど、豊かなところ。乗っ取ろうとするのが知んねえけど、パヨってくんですよね、兵庫とか、大阪もか。アメリカで言ったらデトロイト。自動車の労働組合がすごい強くて、で、パヨってて、今や、見る影もない廃墟だらけ、空きビルだらけの、荒廃した都市になってしまいました。バットマンのゴッサムシティのモデルになったもんね、デトロイトね。荒廃しちゃって。で、豊かなとこは、パヨってくんですよ。なんだか知んねえけど。北海道なんかも観光収入あんのかな。北海道はまあ別な理由でパヨってますけどね。沖縄もまあ別な理由でパヨってますけどね。ろくでもねえなーという話であります。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。デトックスジャパン。